ちは本当に一県民、一市民、一国民としてそれぞれ の, あの思いを抱えてですね、被爆地福島から被爆者として今日上京させていただきました。私たちは本当に一人一人もう筆舌なあの体験と思いをもう背負いきれないぐらいの思って参っておりますので、どうぞ真摯に受け止めていただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。それでは最初に要望書を読みいたしますので、よろしく。郡山から来てくれました橋本真紀さん、よろしくお願いします。内陸総理大臣野田佳彦様、2012年6月7日原発いらない福島の女たちの要望書。大井原発の再稼働をしないでください。昨年3月11日の東日本大震災と津波をきっかけとした東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故の結果、福島県の広大な地域が高レベル放射能で汚染されてしまいました。4月19日文科省は福島県内の学校の校舎、校庭等の利用判断における暫定的考え方についてを福島県に示しました。それ以来1年以上経過した現在も年間被爆基準20ミリシーベルトが県民生活のあらゆる場面に押し付けられています。これは法規に定める一般人の年間被爆基準1ミリシーベルトの実に20倍、部外者の立ち入り禁止が禁止される放射線管理区域の設置基準の6倍強にも相当します。私たちが健康リスクに怯え不安な日々を送っているのには正当な理由があります。私たちは今現在も被爆を強要される生活が続いています。また去年12月16日国は福島第一原発事故の収束を宣言しましたが、これはあまりにもお粗末というより福島県民をはじめとする国民を愚弄する宣言でした。事故現場の実態は未だに予断を許さず、放射能の漏出も続いていて、この面でも私たちは日々不安を強いられているのです。世界が注目する4号炉の状況は地震、台風、竜巻などによりどのようなことが起きるか見当もつかない危険な状況です。またその際、要素材の配布や避難経路などの対策の発表もまだありません。国会の原発事故調査委員会による事故の原因究明もまだ終えず、メルトダウンした核燃料の状態さえもわからないままです。このような中にあって、口先だけの安全宣言で繕い、関西電力大井原発力、原子力発電所の再稼働を急ぐのには、暴挙以外何者でもありません。大井原発の安全対策は事故を起こした福島第一原発にすら劣るとも聞いています。同原発の再稼働が強行されるならたくさんのものを失い、今も苦しんでいる福島県民の心の傷に塩を塗るものです。私たちは断固として大井原発の再稼働を許しません。大井原発の再稼働をしないでください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。順序を、間違ったというか先によりだったんですけど、はい、そちらから身分を名乗っていただけますか。誰に対し て, じゃあ私の方、はい、すいません。前一度去年お見えになりました。
私が何度か、はい、ありがとうございます。写真入りなので私は福島市から来ました佐々木恵子と申します。通称弁慶の恵子です。今日の、はい、企画を中心となってやってくれた井上節子さんです。はい、どうぞよろしく、はい、そちらもいいですか。すみません、でした。どうですか。どうですか。はい。じゃあ官房総務課の佐藤と申します。よろしくお願いします。同じく市村と申します。よろしくお願いします。本当は総理大臣自ら来ていただきたいところなんですが、市村さん、それから佐野さんですね、近いところにいらっしゃる方だということを信じて、ぜひストレートに伝えていただけるようにです。それではですね、はい、今要望書差し上げたんですけども、それに対するお言葉にちょっといただけたらと思います。はい、判明してきてるんですよね。本当に深刻な現実なんで、今は再稼働なんて本当ありえない。本当に日本どころかね、世界中の人たちを破滅させちゃうような原発なので、絶対に廃炉にしてほしいと思います。はい、じゃあ私は福島県双葉郡富岡町にうちがあります。すみませんが、双葉郡の富岡町ってご存知でしょうか。ご存知でしょうか。富岡町どういうことでご存知ですか。まあ、私もテレビとか新聞で聞くことでですね、それ以上のことは承知してないんですけど、どうぞ参加程度のですが、富岡町は私の家で2月の17日で、屋外で5マイクロシーベルトでした。屋内で 2.8 マイクロシーベルトでした。当然警戒区域でうちには帰れておりません。もう1年以上の避難生活をしています。ここにいる福島県では中通りっていうんですが、その中通りの方は私たちとはまた違った苦しみがあるということを天童村で知り合って知りました。私は最初自分が住むところを奪われて避難を1年以上していることだけを考えていました。10ヶ月間でもこの方たちと知り合って、私たちは帰れません、で避難してます。でも残ってる中通りの人たちはレントゲン技師とかそういった専門の人しかいられないような、そういうところに住まされているということを知って一緒に行動するようになりました。でいろんなところで私話していますが、そういったところで発言をすることで東海村の村長さんと知りました。ご存知だと思います。原発立地市町村でたった一人原発に反対をした人です。その人の講演で私が手を挙げて意見を言った、その集会の最後に私のそばに寄ってきた男性が東海村の村長を応援してくれ、東海村の村長がいなくなったらば
日本の原発で動き出すかもしれない。だから私は木田と言いますけれども、木田さんどこ行っても東海村の村長が頑張ってるということを言ってくれ、原発容認している県知事とか町長のいるところで言ってくれ、そう言われました。そしてその人が帰るとき私に耳打ちしました。実は私も日本原電で働いてます、現役ですって言いました。それから私の記事が新聞に載って、それを見て現在東京電力で現役の技師をしている人が私にいろいろな情報をくれました。その情報の一つが3号機は核爆発だった、大量のプルトニウムを出してしまった、それからあの福島第一原発は1234あの中には 2,3 年誰一人入れない、ロボットさえも壊れてしまう、何もできない、そういうところだ。そしてその福島第一原発は爆発してしまったけれども、大井の 3,4 号機の方が福島第一原発よりももっと危ない、何よりもベントの装置がない、そういうこともいろんなところで話している私に一生懸命いろんな資料を提示して教えてくれています。今は名前出せないけど、もし木田さんが困ったら俺は名前でも顔でも出してやる、これが東京電力の実態だ、俺はもう何十年も働いてるけど日本に原発はまだ無理だ、そう言ってます。ですから中で働いてる人もダメだっていうものをどうしてど素人の野田総理が私の責任で動かすなんて言えるんですか。 そうです。そこを訴えてください。よろしくお願いします。昨年の9月野田総理が国連に行って世界一安全な原発を輸出するという演説をしたときに、国連の前に行って福島の子供を守れないで世界中に原発の安全を言うのは卑怯だと叫んできたのが私です。子供たちを放射能から守る福島ネットワークの佐藤幸子と申し、代表させていただきます。4月25日と5月24日、4月24日と5月25日に福井県に行きました。日帰りです。私たちは泊まることすらできないくらい忙しい毎日送ってます。大井町、福井県庁に福島の子供を守るために再稼働しないでくださいとお願いしてきたんです。職員の方たちは大井町の方です、分かりましたと福島の気持ちを町長に伝えます、県知事に伝えますとおっしゃってくださいました。その直後に再稼働を決めるという、本当に私たち福島県民に心を全く無視するような政策をしていく日本の政治、私たち信用しません。男が作ってきた政治はもういらないです。女たちが立ち上がります。そうです、そうです。それを宣言しに来ました。はい、野田市長に伝えてください。いつまでも男社会のままの政治をしているのなら、これからの日本は破滅路への道をたどるだけです。女の声を、弱い立場の子供たちの声を、障害を持つ人たちの声を組み上げるのが政治じゃないんですか。それができないような政治家なら誰一人いりません。そうだ、そのことを伝えてください。伊達市から参りました。汚染されたところに生きるっていうことはとても辛いです。私は生きる希望を失いました。でも辛いですっていうことを皆さんに伝えること、それで今生きようとしてます。皆さんにもこういう思いしてほしくないです。どうぞよろしくお願いいたします。羽賀と申します。福島市で育ちました高橋と申します。
お二人にお伺いしたいんですけれども、東京電力福島第一原発事故の責任を誰が取ったのでしょうか。誰が取りましたか。誰も取れてないと思います。責任を取るということは今までの政策を見直して、もうそういう人を犠牲にして人を被爆させて人を殺すような見殺しにするような地域をはめさせるようなそういうものをやめて、そして福島県民に謝罪して全て賠償して、もう汚染されて除染しても燃料が下がらないことは明らかなところをしっかりとサテライトでもうその地域ごとに避難させることです。それをまだ誰もやっていなくて、私の責任を負って原発を稼働させるなんていう野田総理の言葉を聞いたときに、私は本当にこの人は別の世界に住んでるんだと思いました。一体何を言ってるのか全く理解できませんでした。もう本当にそれは福島県民を見殺しにすることです。もうだから原発もそうですけれども再稼働なんていうのは本当にありえないんですよ。それを本当に伝えていただきたいですし、先ほどからメモ取られていますけれども、それも大事かもしれないんですけれど、今こうして目の前で本当に本当に辛い思いを、もうこらえきれない思いを押し殺して一生懸命語っている人のその気持ちを心でしっかり受け止めて、そのしっかり受け止めたものを総理に伝えてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちゃんと伝えてくださいね、はい、本当。この録音されてるんですから、あんまりメモよりもしっかり聞いてください。どうぞ。なんならネット見てください。どうぞ。福島市から参りました。私は中通りに住んでおります。私の放射線管理区域での生活ですけれども、やはり毎日日々被爆しているっていう実感を持ちながら生活をしています。エアコンをつけることもできない、洗濯物を干すこともできない、そうした毎日毎日の生活の中で常に被爆っていうことを抱えながら生活をしなくてはならないっていうこの辛さっていうものをですね、ぜひ希望に銘じていただきたいと思います。で、身近な本当に本来であればささやかな本当に家族揃って生活する当たり前のことが実は当たり前じゃなくなっている。本当であれば子供が生まれたらは家族揃って家族団らんっていうのが当たり前の生活だった。しかしながら避難をせざるを得ない、親子バラバラになって生活をしている、そういったことがいつまで続くかわからない。そしてまた行った先での生活の保障もあと何年続くかわからないって、そういった不安の中で生活しているのが現状なわけなんですね。で、みんな本当に精神的に追い詰められた中で生活している。で、こういったことが原発事故によって持たされたっていうことを思うと、再稼働なんていうのは本当に考えられない。電気、目先の電気がなくなったらどうするんだ、そんなことじゃない。本当それよりももっともっと大切なものがあるはずなんですね。そういったことをやはり国の長としてきちっと自覚していただきたいっていうふうに思います。この被爆によって免疫力、抵抗力、損なわれます、弱められます。で、私の姉の夫は肺炎にかかり、その周辺の人たちも70歳前後の人たち4名が肺炎にかかって2人が死亡しました。で、本来持ち合わせている健康とか免疫力とか命とか、損なわれてしまうのが本当に悔しくて、長生きできたのに半命に終わってしまった人たちのことを考えると本当に悔しい思いをしています。で、原発を再稼働させるっていうことは福島第一原発の事故を再び起こすっていうことです。大井原発の再稼働は絶対やめてほしいと総理にお伝えください。以上です。伊達市の霊山町から来ました相田と言います。私は焼き物やっております。それで霊山に越したのは17年前ですが、自然が豊かで素晴らしく、私は自分の意思でそこを選んで、ホタルが飛んで本当に星空がね落ちてくるような星、そういうところで自然の中で、まあ人間も動物と同じ
本当一つの種族として生かされているということを意識しながら、質素ながらも自分では十分幸せな日々でした。それがやっぱり変わりました。何も楽しめません。生活が楽しめない、どういうことだかお分かりでしょうか。自分が選んで築き上げてきた生活をみんな手放さなければいけない。もちろん津波で家をね失ったり、たくさんの家族を失った方とは形が違います。でも私たちも同じです。生きてることが楽しめない、じゃあどっかに移ればいいじゃないか、そういうことではありません。それなのに私はやっぱり原発は人間の手に負えるものではない、そこをきちんともうみんなが知ってしまった。それなのになぜなぜまた動かそうとするのかさっぱり分かりません。止めた後でさえも全ての放射能が出さなくなるまで何十万年もかかるという人間の手に負えないものをどうやって管理するというのか、そのことすらも何にも考えていない国が誰に責任を持って始めますというようなことが言えるんでしょうか。国民がいなくなっても国民がというのでしょうか。本当に信じられないことです。しかもベトナムとかこんなに危険な目に遭ってしまった私たち日本という国はそれを阻止しなきゃいけないんじゃないでしょうか。こんな危険なものをやめた方がいいですよって世界に向けて発信する立場じゃないでしょうか。その通りです。その通りです。それなのになんで輸出するとか電気が足りないとか、国民は電気が足らなくなったらみんなして努力しようって言ってるんです。そうですよ。24時間営業のコンビニなんかいりません。いりません。スカイテリーもいらない。夜中は人間寝ればいいんです。そうそう、その通り。なんで24時間明るくしてる必要があるんですか。国民がみんなで協力すればいいだけですよ。それなのに使い放題使って足らない足らない、当たり前のことですよね。そんなの子供だってわかります。自販機を夜から朝まで止めるだけでも随分違います。そんなのはみんな偉い方は頭がいいんだから分かってることなのに、なんでやらないんですか。私はそれが信じられない。みんな家庭ではちまちま頑張ってコンセント抜いたりしてやってるのに、国が法を作ればいいじゃないですか。コンビニは10時から4時までは営業しないとか、12時から5時まではみんな休みにするとか。バカみたいな生活をしてて原発を動かしてるなんて本当愚かですよ。そうです。東海村の役場には自販機ありません。村上村長が決めました。そういうことができる人がいるんですよ。ほら、もう福島の子供たちも本当にストレス抱えています。たくさんの人がもう鬱状態になってます。長引くっていうことは命の危険にそれだけさらされるんです。家族もバラバラです。こんな苦しみをね、大い原発で老朽化した原発でまた母艦がないにしても何があるかわからない。4号機すら今福島の原発の4号機でさえ心配です。まだ接管もしてません。何にも進歩、何にも収束してないのに、なんで安全だって言ってみんなを丸め込もうとするんですか。その通り。まだまだ危険な状態は続いてます。福島なんか地震があります。相変わらず地震があります。考えてください。頭は帽子の台じゃないですよ。私は本当に今日13人しか来れない普通の日ですから、休んでくる人も休めません。仕事がある人休めません。だから私はみんなの代わりでここに立って発言してるつもりです。人間が人間として生きたい、ただそれだけのことです。経済優先って言っても人間がいなくなったら何のための経済なんでしょうか。もう本当に再稼働は反対します。反対です。よろしくお願いします。はい、福島県の田村市に住んでいる大河原と申します。職業は農業です。教員になる予定で勉強してたんですが、
子供をできるだけ安全な食事で育てたいと思いまして有機農業を始めました。でもう全て田んぼも畑も汚染されました。毎日食事の支度をしながら子供たちにその何べくれるそういう野菜を食べさせることに非常に迷いがあります。将来何か影響が出るんじゃないかと。わかりますか、この気持ち。皆さんはどのくらい福島にいらっしゃいましたか。どのくらいあの何マイクロシーベルトの空気を吸いましたか。野田さんは何回いらしたんですか。何時間過ごしたんですか。私たちは毎日毎日そこで空の上をヘリコプターが飛ぶたびにまた原発で何かあったんじゃないかって畑仕事しながら本当に毎日不満でしょうがないんです。こういう状態なんですよ。福島の人間は全く分かってないと思います。分かってないから大井原発動かすなんて言えるんです。そうです。どうして分かろうとしないんですか。福島を見に来ないんですか。野田首相はこの国のリーダーだそうですが私は絶対人間的に許せません。間違ってると思います。どうぞそのことをお伝え願いたいと思います。しっかり伝えてください。お願いします。吉野の名前です。今本当にお母さん方の話聞いて涙が出てくるんですけれども、子供の誕生日にそして子供が背が伸びた時にお母さん方がどんな思いするか想像してください。本当喜ばなくてならない時にそれができない。私はもうあれから子供のことを頭にありますから音楽が聴けません。ずっと聴けません。常に緊張した状態で精神的にも肉体的にもいます。で私自身は6月の下旬あたりから次から次にいろんな症状が現れました。それはチェルノブイリの村々の人々と全く同じそういう症状が現れています。脇の下が下がも痛い時は気持ち悪いです。そして私は今度の大井原発の再稼働に関しては本当に腹が立ちます。それは原発って何でしょうか。今福島にある原発は屋根のない原発じゃないですか。そんな原発あるでしょうか。何一つ収束してないじゃないですか。やれないじゃないですか。能力がないじゃないですか。なぜだと思いますか。それはもっと元の原因があるんです。核分裂は爆発でしょ。それは核爆弾にしか使われないものなんです。もともと無理なんです。学問の分野で言ったって極めて未熟なものです。なぜかって制御するものが確実に制御するものがないじゃありませんか。それなのに作ったのは原発というねものじゃないですか。準備ができてないのに作ったということなんです。だからこのような 3.11 の大きな事故が起きた。それだけじゃない、何千回の大小の事故が起きているというのはそれこそが原因じゃないでしょうか。だから準備のない今度の再稼働っていうのは 3.11 福島の事故への道なんです。みんなが命を失うんです。核爆弾って何ですか。大量殺戮兵器です。それは同時に無差別殺戮兵器じゃないですか。核兵器の工場として作ったことが真実ですね。だから私たちが死んでも命を傷つけられても何とも思わないんだと思います。でもそれは許されません。人間が作るべきものじゃないんです。そこのところをはっきりさせて、そして例えばそういう例を例えてどうか分かりませんけれども、酔っ払いが酒を飲んで運転したら事故が起きるって分かっています。だから罪があるんじゃないですか。分かって飲んだからそういうことが一番危険だっていうのを分かってるのは原発の事故を常に隠してきた原発村の人、東京電力や それにつながる人々じゃないですか。私たち以上に分かってるはずです。
そこに卑劣さがあります。原発の労働者なんて過酷なんでしょう。原発で働く労働者がいちゃいけないんです。それは全部お金の力で丸め込んで作ったものじゃないですか。お金を使ってしかできないものって何ですか。危険だからです。自分たちが占領権を独占して、私たちがどれだけのね占領があるか分かね測れないようにして、そして私たちは命をね毎日奪われたんです。最初のね放射線が高い時に私たちはもう決定的な被曝をすでにしてるんです。その上に今私たちは内部被曝を毎日させられてるんです。どんなに頑張っても日本中のものが汚染されてるんですよ。第三者はいないってことについてはっきりとさせなくちゃいけません。ですから大井原発の再稼働は絶対にしてはならないものです。準備がなくてやるってことはその時に準備がないのにやるっていうところに罪があるんです。その上事故が起こったらそれ以上の罪を重ねていくことなんです。福島が示しているんです。そのことを伝えてください。福島県から参りました森園和江です。50歳になります。今福島の女性たちのお話聞いて素晴らしいと思われませんでした。この1年で福島の女性は人類創生から勉強し直したんです。全てを学び直したんです。どれほど人間か愚かかということを学び直したんです。いつもいつも争いが絶えず、その中で最悪のものを掘り出し、ウランというものですね、それを私たちは使い出してしまったことです。そのことをもう科学者以上に皆さん学んでるんですよ。だからテレビで新聞で何をあなた方が言わせようが、全部私たちには嘘がバレてるんです。そのことをご存知ですか。私たちは、ね、今こうして中には20代の女性もいますけど、もう先がどうか、もう命がけです。本当です。嘘だと思っていらっしゃるかもしれないんですが、もう命がけで伺ってます。地球は人間だけが住んでるんではないんです。生きてるんではないんです。あらゆる動植物、大地、空気、水、空、全ての調和が取れて地球なんです。4号炉が危機的にもあの状態で爆発しなかった理由を考えました。宇宙の恵みです。人間の愚かさに終止符を打たないでくれた宇宙の恵みだって思いませんか。私はそう感じました。で、新しい命に対して本当に申し訳ないと今も思ってます。放射性物質というのは中枢神経をやられます、侵されます。物事がこう考えられなくなっていくんです。時間が経つとどん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 免疫力を奪われるからです。その恐怖は若い大人にいらっしゃって、ご家族もいらっしゃるんですけど、想像できますか。女性はみんなねすぐ想像できるんですよ。男性には想像力が足りない、本当に足りない。そう思います。もうひたすら自分が決めた道しか歩けないのが男、男性です。そこで一歩止まってください。ここまで危機的な状況なんですから。先ほど野々田かも言いましたけど、世界に発信できるのは原爆を投下された日本、原子力発電所が1から4号機まで爆発した日本だからこそ、世界の原子力を進める人たちに向かって、アメリカに向かって、ソ連に向かって、中国に向かって発信することができるんです。その勇気を持ってください。世界の女性はその勇気があります。つながっていくことは可能です。男性がどんなに私利私欲、権力、お金に埋もれようとも、女性は生きて生き抜いていきます。そのことを肝に銘じて生き方を変えてください。政治を変えてください。そのことを伝えに伺いました。地球は人間たちだけのものではありません。以上です。
に住んでます。橋本亜希と申します。私は一人に住んでしかいないんですけど、それがたまたま去年1月で赤ちゃん産みまして、あの事故にあってもう避難しなきゃっていうことでいろいろ騒いで考えてたんですけど、でも福島県はあの時本当ガソリンもない、工場主だから白川までにもない新幹線、あと飛行場はもう整理券が発行しなければ走らないっていうようなところで、もう避難する手立てもなく、うちで泣く泣く避難、うちで被爆しようっていうことで、その1ヶ月ちょっとの孫と娘との3人でちょっとごめんなさい、大丈夫、こんなつもりじゃなかったか、すいません。大丈夫だよ。大丈夫だよ。聞いてる人は想像力持って聞いてください。想像して聞いてください。そんな感じで、皆さんも家族とかあると思います。うちでも。私はやっと一人娘生まれた中で、親子3人で仲良く暮らしてた中で、娘が結婚して、孫が生まれて、やっとこう、なんて幸せっていうか、家族多ければ多いっていう感じですごい幸せってはあるんですけど、やはり皆さんもね、そういう家族っていうことで、そのとにかく、あ、ごめんね、ちょっと話あれですけど、その赤ちゃんととにかくもう申し訳ないけど被爆するしかないねっていうことで、もうとにかく家にいようっていうことで、こう手段がないくってそういう感じでいた中で、とにかく私の中でもこういろんな、あの広瀬隆さんとかいろんな田中優さんとかいろいろ郡山市内にもいろんな、あのあとチェリノブイリの、あのちゃんとその事故からずっと様子を見てたっていう、あのドクター、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、あ、しむらさんじゃなくて、あの実際チェリノブイリで働いて、あの の人だったんですけど、その人の講演会とかいろいろ聞いて、やはり子供、とにかく赤ちゃん、まあ、体内もそうなんですけど、赤ちゃんからのその放射能とかは絶対良くねっていうことで、早め早めに避難させなきゃっていう感じでいろいろこう調べてたんですけど、だから娘の夫の方でもこう重い腰をっていうか、なかなか納得してくれずに、こう本当にいろいろこう新潟やるも見てたんですけど、でもその辺も同じだっていうことで、やはりどっかもう私的にはこう大阪よりも西の方に避難してくれみたいな感じでこう頼み込んで、今やっとこう九州の方にはあの避難することできたんですけど、やはり福島からあの九州に行くのにも本当8時間ぐらいかかるんです。だからホイソルトはなかなか行けないし、本当日本ってこう狭いって思いながらも、実際こう福岡、福島から福岡に行こうとすると本当に遠いです。お金もかかるし、それで私たちはお金ありません。だからそういう中でこう、まあ、仕事なくなったっていうのもあるけれど、そういう中でこう自分たちがこう何をしたいのかとか思うと、やはり皆さんがこう言ってて、本当やはり食べないといけない。だから農家の人たちはその農家もやりたい。だから私はやはりその一人娘のその孫が生まれたっていうところもあるんですけど、やはり私あの保育園とかにも勤めてたから、あのやはり子供を守りたいっていうのが一番あの私の中ではあるんですね。でも福島県でもいろいろ裁判とか何とかって起きてるんだけど、実際その子供を避難させようっていう運動っていうか、あの政治家もそういうのもいませんし、あ、これもね一人だけはいるんですけど、そういうなんていうの、国を持って福島県の子どもたちを守ろうっていうふうなことがまだないんですね。だからそれをまず私はやってもらいたいと思うんです。それでもう集団疎開でも何でもいいからさせてほしい、させてほしいと思いますし、そういう中で私たちはやはり福島県からこう、福島県本当にいいとこだったので、私たちはこう、あの女性になって私も本当全然愛を愛、女性にお金をかけるなら、本当子どもたちをとにかく疎開させるっていうのに力を入れてほしいんです。その通りです。それでそういう中でこの大井が5月にやっと止まったわいって喜んでる時に、今度再稼働、あの野田さんが本当にああいう感じで、私が責任持つ、あの人はごめんなさい、私たちは本当何か会社とか勤めてて何か責任を持つったら本当貧乏になっちゃって、本当何にもなくなっちゃうわけですよね。でも申し訳ないけど、政治家の人たちは責任を持つって言っても、あの暮らしに困ることではないと思いますね。だからそういうところで私は責任を持つなんて本当に軽々しく言ってほしくないっていうのが本当の今の私たちの気持ちなんです。
かそういうところでそういう軽々しくそういう言動を慎んでくださいということもよろしくお願いします。福島県郡山市に住んでます黒田幸子って言います。なんか思いがいっぱいあって 何から喋っていいかちょっと分からない感じです。今日は平日で来たくても来れなかった人がいっぱいいます。郡山福島いっぱいいましたけども、その中でもまあ比較的元気でそして時間もまあとにかく来れたっていう人が今日来て皆さんいっぱい喋ってくれて体調悪かったです。ありがとう、それでも来てくれて、はい、そういう人がいっぱいいて、だから一人一人が数十人分の思いを持ってきてると思います。私たちは本当に不安の中で暮らしてます。どうか想像してください。例えば洗濯物外に干せない、布団を干せない、深呼吸ができない。私は孫がいますけども孫を福島県内に郡山にやっぱり呼ぶことはできないです。放射線量が高いので。そういう中でね、プールがまた始まります。プールにいっぱいこうついてるんです。コンクリートのあれは取れないんです。ちょっとぐらいガガガやったってそこにはいっぱいセシウムが溜まってます。で水自体が怖いし、そして間もなく高校野球の 県大会が郡山のその開成山球場っていうところが大きなところあります。そこはとても線量が高いんです。すごく高いところです。でこの間つい数日の前の新聞だかテレビだかのあれによりますと、今までは測っていたけども今年はもう測らないということなんですよね。あれ撤回しました。何なんですか、あれって。あれ撤回しました。撤回した、よかった、はい、それで 3.8 マイクロシーベルトアワーまでだったら大丈夫だというすざまじいことを言ってるわけですけどは、で結局20ミリシーベルトを認めてるわけですね。そういうことが私たちの暮らしの中ではまだまだ1ミリではなくて20ミリシーベルトが現実には生きてます。それが基準になってるところもいっぱいあります。でそういうもろもろの大元は結局県だと思うんですね。もちろん国の力、国の責任もありますよ。佐藤雄平さんの責任ももちろんあります。だけど結局国の内閣府のあるいは経済産業省のあるいは総理の責任なんです。子どもたちを早く疎開させてください。もう日々命が削られてるんです。福島の子どもたちはいろいろ理由つけて大丈夫だ大丈夫だと宣言してますけども、そんなことはないんです。それは数値が証明してます。かける24時間かける365日でどのぐらいになると思いますか。明らかに5ミリ10ミリぐらいです。少なめに見積もってもそこに内部被曝が加わりますと相当な数値になるんです。でそれはこの間のチェルノブイリの経験で言えばね、強制的に疎開させてるわけです。国でさえも日本はもっとお金があるんですよ。なんで動かしてくれないんですか。恥ずかしいです。私世界の目が見てますよ。日本は何やってんだって。日本人としては私恥ずかしいです。被爆民ではあるけれども、お金が足りなかったら世界中からお金をカンパじゃない借金でもいいから集めてください。そして私たち動かしてください。保証がないと多くの人は動けないんです。順番があってそれはいいと思います。子どもたち、それから若いお母さんたち、妊婦たち、その人たちをとにかく動かしてください。短期保養からでもいいと思います。1年にね、3ヶ月程度被爆を避けることができれば、その間に元気になっていく、そういう体らしいですね、日本は。日本じゃない、人間っていうのは。だからそういう制度を早くやってください。もう日々被爆してるんです、私たちは。特に子どもたちは危ないんです。もうそこら辺は勉強されて分かってると思うんですけどね、私たちははるかに。
放射能の怖さについて。で、ちょっと、原発の言わないように言ってください。私たち別に何も書かなくたって喋られますよ、あの人と。あの人はいつも何か紙読んでるけど、私たちいくらでも喋られますよ。あの人は喋るのが得意なはずだったけど、私はあの人には負けません。そうです。差しで喋るから連れてきてください、今度。演説はうまいけど心がない。ない。もう 見抜いてます、国民は。あんなね、スムーズなお言葉だけでね、ふざけるな。誰かに気を使ってるんですよ。そうです。経済界にだ、どっか向いてんですよ。申し訳ないと思ってる人がいるんですよ。わかりますよ、私たちだって。国民の方見てない。守る総理大臣じゃない。子供が嘘をついて、その嘘の上塗りをしてるのがわかります。じゃあ、大変申し訳ないですけども、お約束の時間も、はい、じゃあすいません、はい、市村さん、市村さん、ぜひ、はい、はい、はい、いろいろ今日お話を伺わせていただきまして、皆さん一人一人の、まあ、生活の実態、またその子どもたちに対する思い、しっかり想像力を働かせてですね、メモとかメモという形に残してしっかりお伝えしていきたいというふうに思っております。ぜひ霞ヶ関元ご家族親族で福島に見てください。ぜひ、私もそう思いますよ。住んでいただいて、私たちがこちらに雇用に出させていただくので、はい、そうですね、安全だと言うならぜひいらしてください。私たちの状態ね、そうです、していただくということを考えてくださいと、はいはい、申し訳ないけど、はい、あなたたちをこういう偉い席にね置いときたくないね。はっきり言ってちゃんとやっていただけないから、全然かけ離れてるから、私たちの思いと。うちは何万件も空いてますよ。そうです。来てください。私のうちに貸します。あげてもいいです。ただでね、高であげるから、はい、住んでください。あなたの家と取っ替えてください。まだローンが残ってます、私は。はい、ちょっと、はい、すいません。じゃあ、とりあえずですね、聞いていただいたことに感謝し、そして、これをしっかり、直接総理の胸に響くように、心に響くように伝えていただけるということを信じたいと思います。で、総理大臣が再稼働を決定するとすればですね、国民を奈落の底に突き落とすものだっていう、イコールだっていうことを肝に銘じていただきたいです。そしてこれは福島を見下ろしにすることだけでなくて、日本国民全部で、そして世界に向けてもですから。そうです。そう、世界に向けて恥ずかしいです、国民として。本当に恥ずかしい総理大臣だよね、はいはい、もうね、引きずり下ろしたよね、はい、これがね、だから皆さん方に権限というか権力はあるかもしれませんが、それをどっちの方向に使うのかで、私たちの命、未来、そして何よりも子どもたちの未来が決まるんです。そこをしっかり捉えてですね、正しい方向に使ってほしい。今は私たちの方に使ってません。数では負けないんですよ、国民は。原発反対がダントツ多いと思います。でも少数の方たちのために、その人たちの権限、権益のために、私たちを犠牲にしないでください。犠牲があって今あるんですよ、原発政策に。原発労働者のあの犠牲がなかったら一日たりとも動かないですからね。大変な被爆量ですよね。今だって被爆してるんですよ。そうですよね。今まさにこの時だって被爆してる、うんうん、そうですよ。代わりに1日でも入ってくださいよ、あの過酷なね、労働現場に。労働者が足りなくて今世界中から求めてる状態だと。そうです、うんうん、霞が関の息子も言ってます、うん、だからこの差別がないと、だから国民をね踏みにじって、あなたたちがそう偉いところにのんのんとしてるっていうのは許せません。私たちのために働いてくいただいてるって実際実感があればいいですけど、だからそういうふうに思ってますので、信頼感が今ないので、ほとんど。だからこれから名誉挽回のためにぜひ働いてくださることをね、期待して。いいですか、これで。だって皆さんも国民なんですよ、はい、そうですよ。皆さんだってどうしてやられるんです。皆さんもやられますよ、本当に。返事を、私たちの返事をもらわなきゃいけないです。申し入れの返答もらえません。いつくれるかどうか、この今日の会見をですね、
あの野田佳彦総理大臣にどのように伝え、そうそう、総理大臣がどのように受け止め、はい、そしてこの辺に対してどのようにお答えをいただけるか、はい、あの本人から聞きたいです、うん、言ってください。で私たちいつでも来ますから、はい、いつでも来ます、はい、真夜中だって来ますから、期限を決めていただきます、ぜひ1週間でどうですか、はい、あのそこはの私もですね、はい、あの出られるのは総理ですから、うん、まあ、これをお読みになってですね、どう判断されるか、うん、私もそこは確認できませんが、うん、皆さんがそういう意見を聞いてですね、意見を聞いて、あの回答を求めると、はいはい、いうことはお伝えできますので、はいはい、それはメモできちんと書いてですね、はい、ここに電話番号ない、何日まで一応電話番号、だから逆にお名刺をいただいたところに、はい、週日ぐらいでご連絡しましょう、何日まで、じゃあ10日間 の、 あの一応期限ということで電話をください、私に、はい、まずはください、はい、ください、とにかく、はい、どうだったのか誠意を見せましょう、そう、総理がどうだったか、ね、誠意を見せましょう、はい、お話を聞いたものとしてちょっと分かりませんので、ぜひあの、まあ、逆にいただければと思います、取り出していただいて、はい、ですからそこは、はい、10日の期限を切ってですね、そうですね、回答を求めているというあの話は、はい、私もきちんと誠意を持ってお伝えしますので、はい、よろしくお願いします、はい、その事実はあのお答えすることはできます、はい、そうです、はい、それはよろしくお願いします、よし、はい、今日はこの電話が来ないで、ありがとう、それをまた来ます、また来ます、はい、はい、それどうするかは私たちがまた決めさせていただきます、そうです、はい、とにかく世界が見てますから、はい、そうですね、それはもう肝に銘じていただきたいと思います、はい、世界見捨てられますよ、本当に日本は、ね、はい、本当は野田総理が福島に行って言わなきゃいけないんですよ、私たち自腹切ってお金のないところでね、持ち出しでこうやってやってるんですよ、野田総理の交通費、それは私たちの税金じゃないですか、あの人が新幹線乗って1時間半来ればそういうことなんですよね、なんで私たちがこうやって来なきゃならない、そうです、仕事休んで来てるんですよ、私も、そうです、はい、欠勤です、首都圏のね、町出しの子供たちだって被爆してるんですよ、鼻血と下痢と、うん、そうですよね、そういう人たちからお金を取るんだ、東京電力と政府に結託してお墨付きを与えて、そういうことしていいのか、とにかくあの誠意あるお返事を待ってます、全員も、あのですから、はい、もうください、はい、10日経っても、私どももう癖ありますので、あの忘れていくんですから、はいはい、忘れるなんていうことは言ってほしくないですよね、誠意を見せましょう、ちょっと今の言葉はちょっと聞き捨てならないですよ、忙しいから忘れるっていうレベルの言葉がスタートしたこと、お前ちょこらちょっと聞いてこいって、あとは良きに計らいってのは、それが見えるのよ、だから今の一言でね、ちょっとこれは許せないよ ね、もう結局そういうことなんですよ、もうこのお部屋を出れば直接伝えてください、ぜひ責任を持ってきてるんですよね、少なくともね、今度来た時はね、課長部局長ぐらいがね対応してください、我慢しないでください、あのおちょくられてるみたいです、本当に申し訳ないけど、我慢してたけど、私たちはね、いろんなところに申し入れをして、いろんな官庁の方に会ってるけどね、ここその都度ね、おちょくられてる気がする、もういい加減しましょう、ね、責任を持ってるんです、今ここに来たってことはその責任がありますよね、最低、そう、申し入れをした、それを受けた、それを野田総理に伝える責任はあなたにあるんですよ、そうです、話聞いたんじゃないですか、それを忘れるかもしれないな、ちょっと何ていう言い方ですか、ちょっと今まで何だったんですか、10日後の話ですね、10日後の話はすごいあの約束できないそこに見えるけど、僕らは大丈夫っていう気持ちがあるから、少なくとも中身を伝えてください、はい、中身を伝えてそれどうだったか、まあ、ここでね、はい、攻め合ってもしょうがないから、時間も時間だからあれだけど、ちょっと自覚してください、すいません、あの2人にはお子さんとかいらっしゃいますか、お孫さん、お子さんいらっしゃいますか、さんありがとうございます、いらっしゃいますか、若い方の方はやっぱり親の気持ちは分かりますよね、じゃあお子さん福島に残してくださいよ、そうですよ、本当国会できますか、それが、はい、1週間ぐらいよこしてくださいよ福島に、あのね、1週間いたら分かりますよ、東京の人間が1週間向こう行くとね、本当にぐったりして帰ってくるから、お孫さんお待ちしてます、どんなに深刻なしたって言ってるんですから、国会は双葉区に置いてください、安全な場所ですから、何で残酷じゃないですから、やってください福井地4号機の前どうですか、うんうん、散々騙してきたんですから、今度はもう騙されませんよ、私たちは、よろしく、ここらへんは、はい、しっかり誠実な反応をよろしくお願いします、そうですね、自分は面倒がみんな見てますから、ね、ちゃんと聞いてください、はい、はい、
はい、1分だけ。1分だけ。はい。え、私とだけですか。別に構いませんが、まあ、あの今日お約束したのは、はい、30分のお約束だったんですが、まあ、1時間と聞いてます。私、1時間も聞いてないですけど、いいんですよ。それはいいんですよ。もう一つですね、はい、あのこの隣が実はですね、国民の声を聞く電話の当番なんですよ。はい、大学中に狭いもんですから、こういう形で、まあ、今日もなんかリーズしたのが8人ぐらいということをお伝えしたと思うんですが、まあ、実際に9人で名前を出してますけど、準備いただきましたけど、やっぱりあのここはあのそういう電話でやっぱり皆さんのようにとのお見えになることもありますし、はい、あのそれがご迷惑だということなら受けたまわるけれども、次回の申し入れの時には対応してください。たったそれだけですか。決まりを一番守ってないのは国会議員ですよ。そこはあの全て現地のでも、そこを言って、私は分からなかったもので、決まりを言うんだったらば、決まりとかルールとか言うならば、だったら福島の子どもたちはあそこに住めないですよ。分かりました。そういう中で、あの人数も、ね、多めに、そして時間も多めに対応していただいたことを私は一応感謝申し上げておきます。そういうね、人間の血液が流れるような対応をこれからも見せてください。お願いします。私たちも気をつけますから。自分の権利を言ってますけれども、自分の権利を言ってますけど、私たちはね、命まで全部生きる権利奪われてるんですよ。そこをちゃんと把握してから、私も気をつけてから。次はじゃあ野田総理をぜひお願いします。そうですね、ぜひ直接お会いするんです。本当は、本当はおかしいです。ちゃんと今度はうるさいって言われるところじゃなくて、場所を政治家にちゃんと言っていただければ、それなりの話もあるんですけど、この間はまず本田補佐官にお会いしたんだよね。ね、まあでも決 ま、まあ、決まりは決まり、まあ、じゃあ決まりを守って、ね、はい、よろしくください。決まりを守らないと言ったんですから、次にはあなた方が決まりを守ってください。国会議員の中でもいいですから、福島の子供たちを連れてきますから。そうです、そうだ、議員会館の行動にしましょう。はい、どうもありがとうございました。はい、まずはありがとうございました。はい、これはお返事をよろしく待ってください。待ってますので、10日後に来られますけれども、本当に命がけで来てるんですよ。本当に言葉通りだな、言葉通り、本当に命を張ってやむにやまれず来てるんですよ。それは分かりますよ。うるさいとかどうとかありましたでしょうけども、それを今ここで言うんですか。彼女たちに命張ってきてるの今ここで言うんですか。私はその神経が信じられない。もしもし、待ってください。明日のうるさいと言ったことは申し上げたつもりありません。あの、まあ、事実に照らしてこうだったっておっしゃりたかったんでしょ。電話はストップしてますよと。でも他にもおっしゃらない方いっぱいいる中で、分かりました、はい、ストップしなかった、真実聞いていただいたっていう事実は、それはそれで私は認めます。うるさいということは私は申し上げたつもりです、はい、そういう事情は分かるんですか。それをそうじゃなくて、そう、もうそれをはるかに超えたことを抱えてきてるっていうことを、そこは分かってください。分かっていただいてるのかって、そういう言葉を聞いちゃうと皆さんすごく不信感を持っちゃうんですよ。それだけで、今まで訴えてきたことはもう本当にもう怒り爆発して、もう本当に力、もう血が吹き出そうだから怒りをこらえて、こうやって訴えたことが一体本当にあなた方だけでもせめて伝わってるのかって思うんですよ。思っちゃうんです、あの言葉で。それを理解してください。本当にみんなもうどれだけの思いを抱えてるか、本当に必然に、もう今のは本当にもう本当に。もう1万分ぐらいの気持ちだと思ってください。ものすごい抑えてる気持ちだと思ってください。この背後に福島県民もう100万人いると思ってください。そういうことなんです。そうです、私たちが訴えたのはそういうことなんですよ。もうこれ以上福島県を踏みにさないでください。子供たちを殺さないでください。よし、そうに伝えたらそうですけれども、あなた方お二人の周りにもぜひ広めてください。この内閣府全部に広めてください。福島県民がこう思ってるってネット、あの本当にメディアで報じられないけど、自分はこういうふうに聞いたって、もう本当に死にそうな気持ちでみんな来てるって、体中震わせながら怒りに燃えても来てるって、もうこれ以上踏みにじられたくない、そして多いの人たちにも同じ思いをさせたくないっていう気持ちでいるってことを、ぜひお二人の周りの人に伝えてください。家族に伝えてください。友達に伝えてください。同僚に伝えてください。もし仮にですね、福島の女性たちのお話をゆっくり聞きたいならば、9月11日まで経産省前テント広場の第2テントに女性たちが常駐しております。まあ毎日ではないんですが、いつでもお待ちしています。本当に皆さんはそこでどれだけ福島の実情が
ひどいことだっていうことを実感して帰られた人は何人もいるか。世界中のメディアもそうやってもう絶望のもとに帰っていってます。そういう声を本当に聞きたいならあそこにいつでもいらしてください。お待ちしてます。ある官僚さんの、ある職員さんが、実は僕毎日会う方なんですが、ほとんどその方が、まあ、先ほども出てきた田中優という人物のことを知っているかと、再生可能エネルギーの話をしている中でしました。本人知らないって言いました。ところが冗談みたいに田中優って検索してみたらって言ったら、その方はちゃんと検索しました。あるもう原発推進の重要な官庁に勤めている方です。その方がそれを知ったことを、知らない、そのことを知ったことだけで僕はすごいと思う。検索したんです、自分のパソコンで。お家帰って、あなたたちしたことあるんですか。少なくとも福島には来ないかもしれない。じゃあせめてご自宅で福島のこの方たちの生の、ね、声たくさん載ってますよ、ネット上に、 YouTube に。僕も流してるし、皆さんも流してるし、見たことあるんですか。まあ、話長くなりますが、もし 生のお声が聞きたかったら、いつでも。実態がよく分かっていらっしゃらないんですよね。それが分かりましたって言って、うん、勉強不足だ、ね、そうね、それ分かったよね。国会議員も官僚も勉強不足、うん、もう一回小学校からやり直せ。そうだ、うん、ふざけんじゃねえよ。ちょっと質問していいですか。被害想定みたいな話ってどういうふうな聞いてます。どういうふうな説明をしろっていう、被害想定、福島の。全然そういうのは知らされてませんから。っていうかね、あの結局今福島県内の人本当に声が上げられないんですよ。仮設住宅もそうだし、人間関係ギスギスするからね。だから逆にこういうふうに言いに来てくれる機会をやっぱりものすごく大事にして、そこから手繰り寄せていかないと、福島の人が何も言わないからって待ってたら多分何も声聞こえてこないです。こういう機会こそ生の声なんですよ。その背後には何十万人っていう人がいるってことを肝に銘じて聞いてもらわないと、ここにいる人だけの問題じゃないんですから。違います、200万人。そうです、そう、そのことを考えて本当に今福島県内で声上げられないんですよ。だからそのこと前提の上で今の話をちょっと伝えていただかないと、20代のここだけの問題じゃないってことです。そこをまず肝に銘じてください。今日はありがとうございます。よろしくお願いします。官僚の方もテントには、経産省前のテントにはよくいらっしゃってます。農林水産省の方が本当に自殺してしまった方のことを思うと何ができるかと思って若い女性が来てくれましたし、経済産業省の人も中にはやっぱり自分はやりたくないと思ってテントに来る人もいます。それはまあ仕事とかあるだろうから、別にその身分になられたらどうでもこうでもいい、何でもいいんですけれども、とにかくそういう場所があるんですよ。そしてこういう人たちがいるんですよ。そういうことを受け止めていただきたいと思います。失礼します。本当に真剣に受け止めてください。いや、これ国の危機ですよ。本当に日本が沈没するかしないかですよ。災害を決めたら終わりだと思う。国策で福島に原爆を落としたようなことをしたんですよ。そうですよ。その責任はやっぱり犠牲者をどうして救うかですよ。それが男の仕事だと思う。まあ、男っていうか人間としての最後のお仕事だと思います。そっちの方で働いてください。いや、忙しいのはダメです。何に忙しいかが問題ですから。夜の一応じゃないですよ。そうですよ、もう私言いましたよ。最重要緊急課題です。よろしくお願いします。ありがとうございました。世界の人に